八木山はですね、午前8時を回って急に西寄りの風が強まってきました。雲の動きも速くなっています。この風をもたらしている要因なんですけれども、今日本海の北部に上空に寒気を伴った低気圧がありまして、その南側等圧線の間隔が狭くなっているんですね。でこの後県内夕方まで強風に注意が必要です。天気傾向はですね、だんだん晴れてきまして、最高気温は仙台で21度まで上がる予想なんですが、午前中はですね、県の北部を中心に所々でにわか雨がありそうで、栗原市市葉様の今日の元気に行きましょうさんからもですね、午前6時台風あり雨ありの朝といただきましたが、こうした地域この後昼頃まで雨の降りやすい状態が続きそう